はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。さあ本日なんですが、どうしても使いたいカードがありましてですね、皆さんはこのヘルモスの爪というカードをご存知でしょうか。これ伝説の竜のカードでございまして、はい、ヘルモスの爪は一旦1枚しか発動ができねえと。ヘルモスの爪の効果でのみ特殊召喚できる融合モンスターカードによって記された種族のモンスター一体を自分の手札が広がる墓地を振ると、ああ融合モンスターを出せるよと。でじゃあ何が出せんのかっていうと、まあ、関連カードにある感じでこれが出せるんですけども、今日はですね、何を出していくか、あのね、このクソ脳筋モンスター知ってます？レッドアイズブラックドラゴンソウロっていうんですけど、あこれ手札かフィールドのドラゴン族モンスターをね墓地に送ると特殊召喚できまして、で特殊召喚に成功した時にあのフィールドのモンスターに装備できるんですよ。でこの剣が装備されているモンスターはまずそもそも1000ポイントアップ打点がねあのしますよと。でさらにですよ、2番、このカードの効果でこのカードを装備したモンスターの攻守がお互いのフィールド墓地のドラゴン族モンスターの数かけて500ポイントアップするということで、このねカードをね装備するとね、ものすげえ脳筋モンスターが生まれるんですね。今回はちょっとこれをねやっていきたい。でドラゴン族といえばということで、ブルーアイズデッキとなっております。でちょっとドラゴン族以外のモンスターをあんまり入れたくなかったので、あの一応ディーバーだけ入ってますけど、あのその他はねあの全部あのメインデッキドラゴン族となっております。まあね、リンネ独断とかああいうカード入れたら面白いと思うんですけど、最近ね登場したあの墓地のカードをさ、お互いの墓地のカードなんか宣言した人なんですよ。これね、これとか入れたら面白いと思うんですけど、ちょこれ入れてやってみたんですけど、まあ引けねえっていうのとトラップカードだから押せっていうのがあって、ちょ全然決まんなかったんで、ちょこれは一回抜きまして、今回はこのヘルモスの爪でブラックドラゴンソードを出し、ブラックドラゴンソードをカオスマックスに装備して、やべえ打点のカオスマックスでぶん殴るというね、こういうデッキをねやっていきたいと思います。デュエルスタンバイ、来い最強カード来た最強カード来た。ヘルモスの爪がある、ヘルモスの爪があれば俺は最強。ブルーアイズホワイトドラゴンを墓地の振り、そしてデッキよりさらにカードを墓地の振り、通常モンスターが墓地の振った場合太鼓の白石を墓地の送ることができる。そして太鼓の白石が墓地を受けたため、次のこのエンドフェーズにブルーアイズが特殊召喚できるので、そして進化のディーバーの効果、そう進化のディーバーを特殊召喚することができる。まあちょっとこいつだけドラゴン族じゃないんですけど許してください。そして2体のモンスターでリンク召喚、クリストロンハリファイバー、そしてクリストロンハリファイバーのリンク召喚成功時の効果発動、クリストロンハリファイバーはリンク召喚に成功した場合レベル3以下の中ランモンスターを特殊召喚できる。もちろん特殊召喚するのはホワイトオブエンシェント、そして手札よりマジックカード復活の封印を発動、復活の封印の効果により墓地で存在するブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚、そしてブルーアイズホワイトドラゴンにレベル1のホワイトオブエンシェントチューニングシンクロ召喚、聖なる守護身にまとうし白き竜よ、その青き眼に映る敵を召し新たなる脈動をかきたてよ、シンクロ召喚降臨せよブルーアイズスピリットドラゴン、そしてこのままターンエンドすることによって太鼓の白石の効果を2回発動、ホワイトオブエンシェントの効果により俺はデッキよりディープオブブルーアイズを特殊召喚、そしてディープオブブルーアイズが特殊召喚に成功した場合の効果を発動、儀式魔法または融合を手札に加えることができる、俺はカオスフォームを手札に加えさせてもらうぜ、そしてさらにエンドフェーズでレベル8以上のドラゴン族モンスター一体を手札に加えることができる、これによってブルーアイズカオスマックスドラゴンを手札に加えさせてもらう、そしてさらに太鼓の白石の効果を発動、太鼓の白石の効果によりブルーアイズホワイトドラゴンモンスター系のやつをデッキから特殊召喚できる、白きレディを特殊召喚、まあでもこんだけ動ければ妨害用意できるのいいですね、ブルーアイズとはいえ。いうてブルーアイズって結構先行妨害用意するの大変っていうのがあるんですけど、まあ、割とバロネスが来たっていうのと、まあ、精霊竜が今立ってるんで割と妨害力としてはかなり高い方ですね、ブルーアイズデッキであれば。おっとサイバードラゴンネクステはいいだろう、ネクステの子かっていうだから、あヘルツ、あコスト強えな、お前コスト強くねえか。さあネクステア特殊召喚し、ネクステアの効果はそうで、ヘルツの効果はまあヘルツは止めなくてもいいかな別に、まあ1枚ドローして処理終わった後にちょっとハリファイバー動かないとメガフレットされるんで、クリストロンハリファイバーの効果はそう自身を除外し
エクストラデッキよりチューナーシンクロモンスターを特殊召喚、フォーミュラーシンクロン、フォーミュラーシンクロンがシンクロ召喚に成功したときカードを1枚ドローする効果、さらにチェンシー、さらにその効果にチェンシー、相手ターンにシンクロ召喚をする効果。俺はレベル8のディープブルーアイズにレベル2のフォーミュラーシンクロンをチューニング、シンクロ召喚現れよブルーアイズドアルティメットホワイトフルードバラです。ちょ、名前長くなった今、名前なんかすげえ長かった気がするんだけど、さあどうする、効果無効が1回、そして2体同時に特殊召喚ができない、つまり機械複製術は打てない、機械複製術は打てずに、まあ打てるって、まあ打てんのか、あれ1体だったら出せんのかな、まあ、どっちしても2体同時に特殊召喚はできねえ、なに、サイバードラゴンドライいいだろう、サイバードラゴンドライはレベルを5にすることで、まあ、レベル5にしたところで別にいいだろう、さあ2体で特殊召喚してくるか、サイバードラゴンノバか来るか、サイバードラゴンノバ、まあ、サイバードラゴンノバが来たらご帰宅願うぜ、サイバードラゴンノバいいだろう、ノバはさすがにご帰宅をいただくぜ、ブルーアイズスピリットドラゴンの効果、自身をリリースすることによりエクストラデッキより光属性のドラゴン族モンスターを特殊召喚できる、おっとノバの効果、これ打点アップですね、はい、あ、まあ、それはまあ別にいいでしょう、はい、サイバードラゴンを除外して打点をアップする効果、まあ、それはいいだろう、てか相手あれだな、サイバードラゴンから入んなったんだな、あれな、サイバードラゴン特殊召喚から入ればよかったのにね、っていうのがあるんだったら、まあいいや、で月下流ブラックローズを特殊召喚、そしてブラックローズ特殊召喚成功時効果、相手のモンスターをバンする、帰れウェイウェイ、オーケーオーケー、サイバーリピアプラント、やばいこいつはマジぜ、これは怪獣か、やばいぞ、ジズキエルか、やめろジズキエルは、ジズキエルやめろまあジズキエルに見えてるんで、そこちょっとさすが止めないといけないですよね、これね、でバロネスでリペアプランターを無効にさせてもらう、そして相手は召喚機は使った、手札は2枚、ま、できることといえばサイバードラゴン特殊召喚して、あ、なんで、え、じゃあなんでサイバードラゴンさっき打点上げたんだろう、なんかわけわかんねえな、まあいいや、俺のターンドロー、目覚めの戦列目しちゃった、さすがに強いんごね、それそれさすがに強いんごね、俺は手札よりマジックカードカオスフォームを発動、カオスフォームの効果により俺は墓地に存在するブルーアイズホワイトドラゴンの魂をゲームより除外し、現れよブルーアイズカオスマックスドラゴン、そして手札よりマジックカードヘルモスの爪を発動、ヘルモスの爪の効果によりフィールドまたは手札のドラゴン族モンスター墓地のデッキよりレッドアイズブラックドラゴンソードの特殊召喚、レッドアイズブラックドラゴンソードの効果、カオスマックスに装備、攻撃力アップ、プルー簡単なマキシマムバースト、うおー最強神ゲー、神デッキきた、神デッキできたわ、さあ来いや、エンドフェーズ何、どうしたのエンドフェーズって、お前それはさすがに事故りすぎじゃないか、まずは竜の警告を発動、竜の警告の効果により、まあ俺も言うてそんな強くないけどね、竜の結構なんかありますね、何ですか、増殖する G ですか、うわ増殖する G はめんどすぎ、増殖する G はめんどすぎ、え、どうしよう、増殖する G めんど、まあ、このちなみにブルーアイズってワンキルは取れないんですよね多分このハンドからは言うて、まあ、太鼓送るか、太鼓送って、太鼓送って復活の福音、うん、ワンキル、ちょ、8000は届かないんだよ、さすがに。ちょっとあんま展開しすぎてワンキル取れないと返されると思うので、まあ、太鼓の白石だけ送ります、一応。まあ、一応送るか、一応送って、一体出しだけでもいい気がするけどな、これどうしよう。一体は出すね、一体出す。一体は出して、一体は出す。一枚ドローはいいや、一枚ドローは、まあ、許容。で、ディープオブブルーアイズの効果発動、ディープオブブルーアイズの効果によるカオスフォームを手札に加え、そしてブルーアイズカオスマックスドラゴンを手札に加えさせてもらうぜ、いやもうこれエンドじゃねえ、これエンド説あるわこれ、なんかこれでいいや、これで次のターンに相手事故ってる間にちょ次のターンに殺し切るシステムでいきましょう、はい、まあ、ちょっとカオスフォームとね
カオスマックスを持ってくるのがエンドフェイズなんでね。まあハービーの跳ねぼきはいいや、そこまでは困らん。それはオッケーで、あ、次回進化、なるほど。ミチオン、これはあれだな、ライフポイント半分マンだな。オッケー、いいだろう、ライフポイント半分マン。ただディープオブブルーアイズは残る。やつは戦闘効果では破壊できねえ。戦闘効果で破壊できないモンスターは割とめんどくさいが、まあレベル8、2体並べたりシンクロしたりすればできるんだけど、なんとかなる。ワンフォーワンも来た、いいぞ、ワンフォーワンも来た。まずはレベル8、2体並べればいいですね。俺は手札で復活の封印を発動、墓地のレベル78のドラゴン族モンスター1体を特殊召喚できる。現れよバルーアイズホワイトドラゴン。そしてレベル8のモンスターが2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、現れよブルーアイズとオルフェゴールホワイトディンゲルス、エクシーズ召喚名前なかったよね。さあ、相手のヒットのモンスター1体を選んで墓地に送る、さようなら。そして俺は手札よりマジックカードカオスフォームを発動、カオスフォームの効果によりブルーアイズホワイトドラゴンをリリースし、現れよブルーアイズカオスマックスドラゴン儀式召喚。はっけー、このモンスターの召喚ムービーが俺一番好きだわ。墓地の太古の白石の効果を発動、太古の白石の効果によりこのカードをゲームから除外しブルーアイズホワイトドラゴンを回収、そして手札よりマジックカードヘルモスの爪を発動、ヘルモスの爪の効果によりブルーアイズホワイトドラゴンを墓地に送り、現れろレッドアイズブラックドラゴンソードをカオスマックスに装備、ブラ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 バトルだ、イケディンゲルスブルーアイズカオスマックスドラゴンの攻撃、混沌のマキシマムバースト、神ゲーだ。このデッキは神デッキと言っていい。ブルーアイズってさ、高校取ったら何したらいいか意味わかんないよ、本当に。なんかその結局さ、その太古の白石とかいうモンスターがさ、エンドフェーズに特殊化するとかいう効果だから、なんかその高校取っちゃうと展開めっちゃ遅いじゃんどうしたらいいのってなるよね。なんかまあ復活の福音とか使って、今このハンドだったらまあ多分ブルーアイズ送って、なんか復活の福音で蘇生して殴りに行くみたいな感じなんだろうけど、ブルーアイズ出して殴りに行ったところでみたいなところあるよね、今の環境ね。さあムーンライ、うわー、これヒナトラはさすがにこれアリエンレベルのソリティアされんな、これ多分これアリエンレベルのソリティアがされる可能性がある。これ何このようわからんモンスター、誰やお前、レベル8にできる強えな。そんなモンスターいるんだ。フェルグラント、まあ効果無効、今のところでも妨害見えてるのこいつぐらいしかなくね。白雪とかいうモンスターいつまに落としてた、泥ドラゴン、やばい、なんかこいつは融合召喚ができるやつだぞ。何この魔力吸収球体とかいう意味不明なモンスター。全部死ぬけど大丈夫それ、あ無効にするってこと、あーうまいねそれ、なるほど。フェルグラントで異性の最終戦士を一旦無効にする、自分のターンだけ。あ、これもしかしてあれですか、これ僕次のターン召喚判定召喚特殊召喚できないってこと、もしかして、クソゲーじゃないちょっと待って、これはクソゲーだろ、クソ投げソリティア見せつけやがって、ゴミデッキじゃねえかよ、なんだこのデッキ、ふざけんな。主題歌も出てきたし、やばっ、何このゴミデッキこれあれもしかしてあれですか、自分のターンだけ異性の最終戦士の効果を無効にして、相手ターンは効果有効になるからお前だけ、うわーパンツ見えたー、かわいい、ま、アポロウーサちゃん出てきたら許し、ちょっとほんまにやばいこと起きてんだこれ、盤面整理するか、まず異性の最終戦士やばい、ナチュルバンブーシュートとかいうモンスターがアドバンス召喚してこしたこのカードがフェードのモーターションに出す限り相手は魔法トラップカード発動ができない。
これもしかして僕何もできないこれもしかしてだけどこれ何もできない。ああなるほど、これはさすがに通報でしょこれは犯罪だろ、これギリギリ法に触れてるぞ。